ヒルトン・成田の一ヒルトン・成田は、千葉県成田市小菅にあるホテルである。国道295号、新空港自動車道沿いの成田インターチェンジ前に、一市、成田国際空港までは、約5キロメートルほどの場所にある。道路を挟んだ東側には、成田エクセルホテル東急国道295号の対岸側には、成田ビューホテルが所在している。当ホテルはもともと、 住友グループのロイヤルホテルがバブル時代の1990年に330億円を投じて1993年10月23日にリーガロイヤルホテル成田として開業したものである。運営は子会社の株式会社リーガロイヤルホテル成田が行った。ロイヤルホテルの自社物件として関東地区に初進出し高級リゾートホテルとして君臨したが 1999年に連結決算で1500億もの有利子負債を抱える状態となったロイヤルホテルの経営再建が急務となる。そして住友銀行主導による金融支援策の一環として2001年2月にロイヤルホテルは経営撤退と企業再生ファンドとしては未だ駆け出しであった維新ホスピタリティグループへの施設保有会社の売却を発表した。 これに伴い、リーガロイヤルホテル成田は不動産資産の上都損として257億円の特別損失が生じ、上場親会社のロイヤルホテルは2001年3月期の連結決算で280億円の債務、超過状態に陥ることから、住友銀行へ債権放棄を要請した。この時期を挟んで、 ホテル経営を舞台とした読売テレビ制作、日本テレビ系のドラマ、シンデレラは眠らないの、レンブラントホテル東京として、ロケに使われていた。維新ホスピタリティは、発表通り2001年2月に特別目的会社、維新成田ホールディングスを通じて、わずか80億円で買収し、ロイヤルホテルから2002年3月までのホテル、名称使用許諾と、 リーガロイヤルホテルズとしてマネジメント提携の上営業された。その後、当時の維新ホスピタリティ社長の前職で関わりがあったヒルトンとフランチャイズ契約を締結し、2002年4月1日付でヒルトン成田へリブランド開業した。高速インターネット通信前室完備の11室のスイートルームを含む全548室3つのレストランバーと、 インターネットカフェ、大小19の宴会場、室内プールなどを完備する。運営は、一新ホテルズグループ参加の有限会社一新、成田オペレーションズが担う。中間も下部会社一新成田ホールディングス参加の、インターナショナルガーデンホテル成田と共同で、空港間送迎バスが運行されている。このバスは、売却によりグループ外となった、成田ゲートウェイホテルも経由する。 ありがとうございます。